リビングルームがフォトスタジオに。仲良しにゃんこのラブリー写真をご覧ください。兵庫県西宮市、この町に自宅で撮影した可愛い猫写真を SNS に投稿する飼い主さんがいます。こんにちは、よろしくお願いします。よろしくお願いします。迎えてくれたのは飼い主の小林千恵さん。そしてこちらは2匹の兄弟猫、ゆずとなつ。5年前に里親募集のサイトで出会った元保護猫です。最初は1匹だけ迎える予定でしたが、会ってみるとあまりに2匹の仲が良かったため、とても引き離すことはできないと兄弟揃って引き取ることにしました。そんな2匹のご自慢を聞いてみると、シンクロ率が高いことがとても自慢です。同じポーズで眠っていたり、一緒に窓の外を眺めていたり、あくびするタイミングまで一緒だったりします。さすがは兄弟。あまりにも愛らしい2匹の姿に感動した小林さんは、このシーンを写真に収め、ずっと残したい、そう思いました。そして猫写真という深い沼にはまっていったのです。最初はスマホで撮影していましたが、もっと綺麗に、もっと可愛く撮りたいという思いが募り、高性能のカメラを購入。いい写真を撮るには猫の習性を知るべしと、猫検定も受験しました。その時学んだ知識が撮影に役立っているといいます。例えばまん丸な瞳を撮りたい時は、顔の前で猫じゃらしを左右に振ると、細長い瞳がほらまん丸に変化しました。こういったおもちゃとか獲物をよく見ようとして瞳孔が開くという。このように猫に関するちょっとした知識があると、表情豊かな写真を撮ることができるんですね。撮影するときに様々な小道具を使うのも大事なポイントです。この日用意したのはこちらのスツール。一体どのように使うのでしょうか。まずにゃんこをスツールの上に誘い出して、パチリ。スツールの背もたれから顔を出す瞬間を見事に捉えました。一瞬だけ見せる猫の生き生きとした表情がうまく出ています。続いて小林さんはお花と猫じゃらしを取り出しました。次の撮影の準備に入ります。モデルさんたち来てくれるん？撮影用の手作りステージが完成です。装飾に使っているのは100円ショップで買ったものばかり。なんかしてよいしょ。もう一匹にもステージに上がってもらい、仲良しにゃんこがツーショットに。付け襟でおめかしできたら撮影開始。うん、それで、おー、かわいいかわいい、かわいい、かわいいじゃん。またまたかわいい写真が撮れました。本当に仲良しですね。さらに背景や造花を変え、にゃんこの横にぬいぐるみをセッティング。そう、きれい。まるで物語の世界にいるかのような一枚です。いいね。こうして
小林さんは仕事が休みになると猫たちとの撮影を楽しんでいます。そして撮影した写真はすかさず SNS に投稿すると、保護猫の印象が変わったというコメントが届くようになったそうです。事情があって捨てられてしまって保護された野良猫でも、こんな風にたくさん愛情を受けて育てば可愛い表情をたくさんしてくれるということを写真を通して伝えていけたらいいなというふうに思っています。写真の力で保護猫の魅力を伝えたい。小林さんがこれまで撮った写真の中からゆずと夏のベストショットを選んでもらいました。ゆずと夏のベストショットはこの写真です。これは友人が手作りしてくれた花冠でおしゃれして、まるで永遠の愛を誓う2人の結婚式のような写真になりました。もうこれからもずっと一緒にいるということを象徴しているような写真だと思っています。ゆず、夏、これからも素敵な写真をたくさん撮ってもらおうね。